ございます。高橋です。今日もね、朝は、まずねジムでトレーニングして、そこから始まっていこうと思います。今日は久しぶりに、ジョジョ園の有限定でランチ食べてきます。行ってきます。何の匂い？お酒。お酒の匂いする？そう？なんとアルファセブンスリーに入れる SD カードを家に忘れてきました。なので GoPro で撮影です。お、撮れるじゃん、いいじゃん。 OK？ OK。 じゃん、 iPad チュール。はい、お肉到着しました。これとジャジャン、これです。あのね、そしてねチョレギサラダが激うまい。このしなってる感が半端じゃないんだよね。なぜかと、ね、このね、カクテキも激うまい、ね、全部激うまい、ね、ルイ君のお肉ご飯です。はい、ポケモン少年行ってください。食べてませんでした。あのパパの前でオープニングのやつ、あの無音のやつ、無音、あのオープニングみたいな音がしないやつ。やばい。起きるよ、待って。できたんじゃない。ちょっと強くしたんだけど、またちょっと緩くした。いただきます。はい、今六本木ヒルズ前です。まだ今日久しぶりに娘の習い事の送りに来てます。ようやくリモートが終わったっていう感じ。今ね六本木のドンキーに来ました。今更ながら自転車のねハンドルにスマホをマウントするアイテムを今ね娘待ってる間にちょっと買いに来ました。行きます。じゃん。さあ何階でしょう。あれだね、5階だね。行ってみます。ここのさ六本木ドンキはさ、もうそれこそ商品の状態がザ・ドンキみたいな感じで楽しいんですよね、たまに来ると。ウーバーイーツの人たちみたいにさハンドルのところにスマホ固定したいなと思って。5階って言ったよね、5階ね。さあ5階到着しました。これも欲しいんだよね、このね自動で走るやつ。でも乗っかれないからね。すごいの、ドンキのこの電気コーナーって久しぶりに来たけど、すごいね、品揃えが半端じゃないな、これ。結構ちょっと、ワクワク面白いかもしれないですけど、エアポッツの色も買おうかな。そしてどこだ、お目当てのチャリンコにマウントするスマホ。ホルダーないじゃんね。これはすごい便利だね。リングライトがくっついててスマホを固定できるみたいな、パッチン止めで。これ1種類しかないらしい。なんかこんなゴムではめるやつ、なんか違うんだよね。でもね、ちょっとね自転車屋コーナーに行ってみたいと思います。なんかあんまり種類はないって言ってたけど、どうだ、スポーツ用品。そうか、そうかね、4台。結局ね2種類しかないね。
っていうのでいっか。はい、結局ねこれにします。ていうかこれあれだね、一日中ここいても楽しいかもしれない。久しぶりにいいよ。はい、今日はもう1時間だったんであっという間でした。待ってる時間もう帰ります。いつものピアス、ピアスにする。じゃあ、はい、シナモン買って帰ります。いいよね、この普通のミニボンプラスチックにします。これ